はい、青春ミュージックチャーバーです。今回は2022年東京埼玉戦利品ということでお送りしていくんですけれども、ここにねたくさんのまたレトロ玩具ですよね。結構こうアメトイ関係があったり昭和レトロ関係があったり、割とねバランスよく今回はねいろいろ戦利品があるんじゃないかなと思います。ただねこちら映ってないもので、動画の一番最後にとんでもないお宝の方を入手したので、そちらの方一番最後の方にね動画の方で紹介するので、ぜひね一番最後まで見ていってください。今回とんでもないものを入手しています。まずはねとりあえずこちらにあるものからいきましょう。一番最初なんですけれども、まずはねやっぱりこちらですかね、ゴジラのこちらの怪獣ソフビなんですけれども、マルサンさんのものになるんですけれども、足の裏にはねちょっとね名前の方が入ってしまっているんですけれども、まあ初期のねマルサンタイプのゴジラなんですけれども、こちらのゴジラ、まあ購入ポイントというものが何ポイントかあるんですけれども、かなりね個体差の方も出てきていて、自分はねこちらねシルバーのものがね塗装されているんですけれども、こちらねゴジラブルーと言われているこちらのね成型色に対してシルバーがねかなり吹き付けられていて、もともとはもっとねシルバーが強かったんだと思うんですけれども、それも多分当時のね職人さんのさじ加減で結構ねシルバーの強いものと弱いものがあると思うんですけれども、自分は個人的にねこの程度の割とねゴジラブルーがね見やすいと言いますか、見えているタイプのものが好きなので、あんまりねシルバーが逆に残っているものは好きじゃないんですよ。そういったところから今回こちらの個体かなりね色の状態としましては個人的にかなり好きな状態です。また足裏にね名前があるのも全然気にしないので、こちら状態がいいと、個人的に状態がいいと言いますか、コンディションが自分の好みにバッチリ。ただねもう一つチェックポイントがあって、こちらの方はサードアンクルさんの秋葉さんの方からねお聞きしたんですけれども、自分もねなるほどなと思ったチェックポイントなんですけれども、こちらゴジラの口と目がねレッドアイと言われていて赤目なんですよ。この赤の目の方がどうしてもね赤色というものは色がね飛びやすい色になっていて、ディスプレイをね長年どういうところでねコンディションでね保たれていたかにもよるんですけれども、こちらの赤がかなりね白茶けてしまっているものが結構多いとのことを聞きました。それは自分も嫌だなと。この、ね、象徴的な赤目のねこちらのゴジラの赤がねこちらかなりねしっかりと残っているんですよ。その辺はかなりこちらのゴジラをね購入するにあたってチェックポイントになってくるかなと思います。まあ、シルバーをねこう重点的にね重みをね感じる方もいらっしゃると思うんですけれども、自分はこちらやっぱ目ですよね。目はねやはりね白ジャケットなくて、こちらの赤がしっかり残っているという状況で今回ね紹介の方をされて、もちろんね買っちゃいました。ただこちらね一番最初のねマルサンさんの怪獣ソフビのゴジラは J テールといって、こちらのねテールの部分がもっとねぐーっとこう反り上がってるんですよ。これぐーっと反り上がっているものが J テールと言われていて、最初期のものになるんですけれども、そちらの方はねやはりね成形上でやはり、ね、トラブルだとか破損がね多かったためにもうちょっとね緩やかなカーブになっているんですけれども、こちらはもうね J テールじゃないものになっています。その辺もね購入するときにあたってポイントになってくるんじゃないかなと思います。ただね本当にねこちらねかなり自分としましては赤目でシルバー薄めといった感じで、コンディションとしましては自分のね探しているものにドンピシャといった感じで、またディテール自体もかなりねトカゲっぽい顔してるんですよ。このトカゲっぽい顔自体はアメリカの、ね、会社が作られたプラモデルだったと思うんですけれども、あちら製の、ね、ディテールの方がかなり加わっているとのことです。そういったことからもかなり個性的ではあるんですけれども、怪獣ソフビを、ね、集め始めたらね、まずはねこちら絶対押さえておきたいアイテムだったので、自分もね気長に探していていつか欲しいなと思っていたんですけれども、今回ね本当にね自分が大好きなコンディションの個体に出会うことができて購入をしてきました。なのでかなりこちら気に入っています。で次にはねこちらグレンダイザー関係いきますかね。この辺なんですけれども、これは三輪車さんの方でね購入してきたんですけれども、結構ねジャンク品といいますか、こちらもじゃん名前入っちゃってます。完全に菊池真一くんのものなんですけれども、菊池真一くんのこちらグレンダイザーと、こちらのねこれもねずっと気になっていたんですよ。こちらガイキングなんですけれども、これね望遠鏡みたいにこの穴から覗き込む双眼鏡みたいなのがついているんですけれども、これずっとねやはりねレトロ玩具ショップとか博物館で見ていて、なんかここのギミックもう昭和じゃないですか。ここになんかそれレンズ入れること自体がで、かなりずっと欲しいなと思っていたんですけれども、今回ね三輪車さんの方で見つけて、ちょっと状態がそこまでねこの足の部分のねこの十字がないとか、そういったことからも結構ね安くね購入することができました。あともう一つのグレンダイザーはこちらですね。こちらも先ほどのものかなり似てるんですけれども、
なんかこう飛んでるポーズといいますか、なんかね水中モーターがなんかついていたか、多分外でプロペラがついて飛ぶものか、そういったものの、まあ結局ジャンク品ということで、こちらね3体ねかなりね安めにね購入することができました。こちら三輪車さんで購入したんですけれども、この他にもね三輪車さんで購入したものがあるんですけれども、そちらの方でちょっとね映像の方でご確認ください。花火とペーパークラッカーと順番、バイキングの望遠鏡みたいな感じなんですよね。だからね、これはね、ブリスターが入ってるとね、広いんだよ。いや、だと思いますよ。ブリスター入ってればもうどれも高いと思いますよ、この辺のやつは。みんなこのジャンクの裸だからこの値段で買えるけど、はい、映像にもあったかのように、こちらのねくるくるテレビのポピー車のものはジャンク品になるんですよね。電源の方はね電池を入れても動かないということで、一応ねプレゼントしてくださいました。ソフトの方は鉄腕アトムの方が入っているんですけれども、覗いてね本当だったら見えるはずなんですけれども、まあジャンク品でいただきました。でこちらのねペーパークラッカーの方もいただきました。まあこちらね実際にお店でねおじさん鳴らしてくれたんですけれども、こういったもの自分もねやったことなかったんですけれども、これ引っ張るとねパーンとね感触が鳴るような感じのペーパークラッカーなんですけれども、こちらの方もプレゼントしてくれて、あとねこちらのねこういうの結構好きなんですよ。この仮面ライダーのこちら花火だったんですね。この花火の軸もあったんですけども、ね自分がもらって運んだりしてる間にね劣化してねポロポロ取れてしまったので、もう外してしまったんですけども、このね段ボールだけでもね哀愁漂うね仮面ライダーですよね。その辺もねプレゼントしていただいて、こちらのねものは一応おまけでつけてくれました。でこちらの方もね三輪車さんで購入してきたんですけれども、こうやってねかなりチープなミニカー的なプラスチックのミニカーなんですけれども、可愛らしいです。このなんかねガラスが綺麗なんですよ。ガラスでこの部分が色見てください。この色なんとも言えないコバルトブルーのクリア成形みたいな感じで、まあ可愛らしくて、ね、赤色もなんかインパクトがあったので、こちらの方もね三輪車の方でまとめて購入してきたものになります。であと一つこちらですね、こちら海古堂さんで購入してきたんですけれども、こちら謎の何なんでしょう。これ可愛いですよね、赤白で。これ引っ張ると多分ねキョロキョロ言いながらなんか音かなんかが流れて赤ちゃんをねあやすものなんじゃないかなと自分は想像するんですけども、まあちょっとね詳細までわからないんですけれども、まあ、こちらサンキョージャパンと入っているので、まあサンキョーさんなんでやっぱオルゴール関係かなんかがね多分中に入っていて、紐ももを引っ張っても引っ張っても引っ張りきれない状態なんですけれども、まあ可愛らしくて、ね、ディスプレイするにはね十分なのかなと思って、今回ねこちら海古堂さんの方で購入してきました。でここまでが一応ね昭和レトロ玩具系といいますか、あとアメトイ関係になってくるんですけれども、こちらちょっと見ますかね。こちらねアメトイかアメトイじゃないかちょうど微妙みたいな、ビッグジョーとなってるんですけれども、こちらね GI ジョーの完全にパチモンなんですけれども、一応ねこちらメイドインジャパンなんですよね。メイドインジャパン製なので、どっちがどうか、ここかメイドインジャパンなんですよね。メイドインジャパンなんでアメトイとは言えないけど、そもそもねやはりねGI ジョーをパロってると言いますか、無版権のビッグジョーといった感じで、こちらまたね今後動画の方でオリジナルね GI ジョーの方と比較の動画なんかもタイミングを見て撮影の方していきたいと思っているんですけれども、中の方もねちょっと見てみましょう。このね箱絵が可愛くて買ったんですけれども、中はこんな感じで割とね本格的な GI ジョーっぽいフィギュアの方が入っています。こちらほとんどね使われていない感じ、ヘルメットとかね銃なんかもまだね止められたまんまになっています。ただねこちらねクオリティ見た目はねパッと見の印象はそう変わらないんですけども、可動範囲がもう普通のソフビと変わらないです。この足もこうしか動かないし、腕もこうしか動かないので、普通はね GI ジョーというとやはりね可動域がねかなり多彩で広いというのが最もね一番のね売りといいますか推しになっているんですけれども、その最もいいところがね全部死んでます。最もいいところを全部殺して、まあかなり多分安かったんじゃないかなと思うんですけれども、当時こういった感じで一応それっぽい GI ジョー風のビッグジョーといった感じで、こちらの方は秋葉原のゴールデンエイジさんの方で購入してきました。でこっからはアメトイになってくるんですけれども、こちらの方はブーボーイですね。これでカンチハウスさんの方で購入してきたんですけれども、そちらね購入風景の方をちょっとご覧ください。ブーボーイ同じのがいろいろいっぱい入ってるんだけども、うん、大体はこの帽子のこの丸のピルズベリーっていうところの文字で把握できるんですけど、これがもし手彫りもしくは消えちゃってるのは大体70年代あ70年代で、こちら逆に90年代のあ印刷が結構綺麗な、そうなんですよ。
あっちの網網もそうなんですよ。ああ、なるほどなるほど、はい、ただその入れられてるものが違うだけっていうところですね。あ、袋のは袋のも70年代ああ、70年代でもでも3500円じゃないですか。そうですね。で、こっち箱の90年代でも同じ、そんなに値段はそんな変わらないんですかね。まあ、僕の方では多分、うん、あのそれぞれお店の基準が違うと思うんですけど、うん、同じぐらいにはしてますね。でも多分こっちの方が後々は多分、うん、上がるんじゃないかなとは思います。このね、じゃあ帽子のこの印刷でわかるんですね。そこの帽子だと色若干のその水色っぽい。この立つやつでいくらぐらいですか。この立つやつ、この台座付きってことなんですか。これはそうです。あ、ちょっとあのルーボーイがちょっと少し、うん、あの文字とか消えちゃってたりとかするんで、うん、これ確か3800円プラス税とかで出してるんですけど、はいはいはい、もっと状態が良ければ4000円とか超えてきたり、箱入りが5000円とか。この裸のこのコップに入ってるのはそれは3000円プラス税。あ、これ迷うな、どれにこの4000のも可愛いですよ、このちっちゃいの。あ、そうです、これソルト&ペッパーで、うん、これも74年のやつですね。これ豚かなんかなんですか、これ。なんだ、これなんかに使われてたんですか。これはあの塩コショウで。あ、これからパッパー出てくるってこと。そうです、この中に帽子のところから。で、帽子に S と P って書いてあって、うん、ソルトとペッパー。このサイズ感が可愛いんですよ。ちょっと値段がみんな大体同じような価格帯だから。そうですね。いや、迷うんですよ。だから今これどれが違いもわかんないし、ただこの袋のやれた感じも嫌いじゃないんですよ。めっちゃわかります。この新しい箱もいいんだけど、立つのがいいかなと思うんだよ、はい、いや、どうしよっかな。その青葉さん多分この立つやつか、うん、この袋のやれ感とか。いや、そうなんですよ、そうなんですよ。どっちかが僕はこれも可愛いなって感じ。そうですね、最近もう並べるところがなくなってきて、はい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 、このサイズだったら、あ、しっくり収まるところが頭に浮かぶんだけど、はいはいはい、こっちかだけど、このやっぱ立つのがいいかな可愛いっすよね。僕はこの小麦粉の妖精たちが超大好きで、ね、っていう動画で撮影させてもらってから気にはなってたんですよ今まで自分を一体も持ってないから、はいはいはい、やっぱ一つは持っていたいなと思って、まあ、だからこれだけあるからちょっと説明を受けながらじゃあこの立つやつください。それで、はい、ありがとうございます、はいはい、こんな感じで説明を受けて結構ドゥーボーイどのタイプにするか迷ったんですけれども、見てらっしゃる皆さんでしたらね、どれを選んだのかなといった感じもするんですけれども、自分やっぱね、ディスプレイのことを考えてこの台座付きの、まあ、当時物のね、古いものを、ね、選んだんですけれども、かなり可愛い音もします。そんな感じのドゥーボーイ一つはね、欲しいと思っていたので、このねタイミングで購入の方をしてきました。で、カンチハウスさんの方からこちらも買ってきましてね、フロリダマウスなんですけれども、自分もね、フロリダマウス何体か持っているんですけれども、こちらのね、体のボディのタイプのものはね、持っていなかったので、こちらの方もね、カンチハウスさんの方で買ってきたんですけれども、通常ね、こちらね、フロリダマウス割とこのボディじゃなくて服を着ているようなバージョンが結構多いんですけれども、こうベースボール姿というんですかね、そういったね、体のボディの方がついていて、これなんか犬のパターンもありますよ。犬のパターンの時にこのね、ボディって言ったような印象があるんですけれども、このね、フロリダマウスのこのバージョン、まあそこまでレアではないと思うんですけれども、ただね、自分が持っていなかったので、このタイプもね、一つは持っていていいかなといった感じで、こちらフロリダマウスも買ってきちゃいました。まあ、ソーキーボトルですね。こちらのソーキーボトルの方は秋葉原のマンダラケさんの方で購入してきたんですけれども、そちらもね、ちょっとね、購入風景といいますか、外の風景の方をご覧ください。こちら秋葉原のマンダラケコンプレックスさんの路面の方のショーケース内にたくさんのアメトイの方が販売されていました。マンダラケさんというとアメトイに関してはね、そんなに強くないんですけれども、今回ね、コレクターさんがまとめてね、手放したんじゃないかなといった感じのソーキーボトルやアメトイなんかがね、割とね、多く販売の方をされて、その中から個人的に気になった2本のソーキーボトルを購入してきました。まあ、ソーキーボトルなんですけれども、こちらもね、一つで2500円だったんですけれども、自分の縛りの中で2000円以下で今まで探していたんですけれども、やはりね、フリマとかジャンクショーさんなんかでは2000円ぐらいでね、購入できていたんですけれども、やはりね、通常だとやっぱ2000円以下で探すのはかなりもう難しくて、2500円でした。状態はそこまで良くないんですよ。こういうね、首元がね、ひびが入ってたりとかがあって、これも2500円だったんですけれども、なぜ購入しようかと思うと、やはりこの緑ですよね、このグリーンが欲しくて、
やっぱり自分色合いをね求めながらディスプレイのことを考えながらいろいろねおもちゃを買っているんですけれども、今までのねソーキーボトルというと赤とか黄色とかまあね青とかねそういった色合いのソーキーボトルは自分持っていたんですけども、この緑がなかったので並べた時に絶対緑入ってた方が可愛いでしょうといった感じで、まあこれ買うならこれもないんで2500円だったらいいかなと思って2つ買ったんですけれども、ただ買ったんですけれどもこれもねかなりね苦渋の選択と言いますか悩んだんですよ。そこまでディスプレイにこだわりながら自分ねいろいろ物を集めているんですけれども、現在のこのねソーキーボトルの状況の方を見てもらいましょう。こちらこの状況なんですよ。もうソーキーボトルの棚ちょうど今いっぱいなんですよ。ちょうどいっぱいで、もう自分としてはソーキーボトルはある意味卒業だと思っていたんですけれども、この色合い見ちゃうとどうしてもこの緑入りたいですよね。まあこの辺真ん中辺に入れたいんですけど入れたくなるじゃないですか。そういったことからもまあそういうことを考えながらね常日頃おもちゃを集めているんですよ。色合いと並べた感じの雰囲気もかなりね意識しながら買っているんですけれども、この緑がなかったら今回ねどちらも買ってなかったと思います。でキャラクター自体もこの赤もね可愛らしいね自分の持ってないタイプのものだったので思い切ってね2つ買ったんですけれども、まあこの辺はねやっぱもうね完全にねディスプレイ手狭になってきているので、いよいよこの辺にね棚をもうちょっとね作りながら、まあソーキーはソーキーで並べる棚をね改めて作ろうかなという決心のもと今回こちら2体の方を購入してきました。なのでね、いつもだとね、この後ね、ディスプレイするまでの動画の方で、戦利品の方終わっていくんですけれども、今回正直ディスプレイしきれないものがね、ちょっと出てきました。まあね、場所がね、狭くなってきてしまったということで、ちょっとディスプレイの方ができないので、今回はね、ちょっと動画の方も長くなりそうなんで、この辺でね、ディスプレイの方やめときます。ただね、こちらで皆さんお待たせしました。かなり激レアなものを今回入手してきたので、ちょっとそちらの方を紹介したいと思います。いや正直ほんと珍しいです。うちの青春秘密基地内でこういうものが出てくると。というものはなんと、こちらです。じゃん。見てください、この光沢。やばいっすよね。こんな綺麗なものが普通青春秘密基地にあります。こう、状態がむちゃくちゃいいんですよ。これ見てください。めちゃくちゃもうデッドストックと言いますか、未使用品なんですよね。いや、素晴らしいですよね、これね。自分もね、もうびっくりしたんですよ、これ。でいい加減見せろってそういう感じですよね。ちょっと見せていきましょう。こちら本当にね一度も使われていないものなんですけれども、こう広げていくとだんだんとこう分かって、こう分かりますかね、この感じ、この感じなんですよ。この感じでこれ広げますよ。この感じ見て、これ見てください。じゃじゃじゃん、超レアじゃないですこれ。マジンガー Z の子供用のプールで浮かばせるといいますか、泳ぎ用のボートなんですよ。で、なおかつこのね、旧バンザイマークのバンダイさんが出している、まあ、版権付きのオリジナルデッドストックなんですけれども、こちらの方は、超合金鑑定士の小材さんの方からいただきました。こちら、こんな貴重なものを。こんなね、状態がいいものね、当然ね、自分のね、資金ではなかなか買えなくて、今までね、状態の悪いものばかりをなんとかね、買い漁っている状態だったんですけれども、こちらの方、いただいた風景の方をちょっとね、ご覧ください。掃除物ですね、これ、本当の。これ、掃除物ですよ。これね、マジンガー Z のね、はい、ちゃんとね、番犬付きのやつ、ダイナミックプロと、投影動画って書いてあるでしょ。はいはいはい。で、これ、バンダイの旧バンザイマークです。あー本当ですね、可愛い頃のバンザイマーク、かなり古いですよね、このかなり古いです。それ1970多分ね4年だと。それでこれねよく見るとね、1回も膨らませてない、ね、ああ本当ですね。畳地屋もそのまんまですもんね、うん、そのまんま。だからそれで完全に未使用です。デッドストックで名前も書くところ、あ、はい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 、で ST マークもついてる。ああ、うん、かわいいっすね。やっぱ当時の子供用のボート、エアーボート、エアーボート、でわけのわかんないキャラクターもついてるな。そうですね、こんなの出てきてないから、こんなのもさ、はい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 かわいいですね。色合いがまたいいですね。昭和懐かしい色合いで。そんなの出てきてないですよ。よくわかんない。ただこれが当時のね、新品ですね。そうですね、うん。自分初めて見ました。そうで結構とにかくマジンガー Z 系のものが基本的にもうどんどん値が上がってるって聞くんで、確かに、うん、いやーこんな貴重なものをいただいてもいいんですか本当に。そうです。ありがとうございます。決してこれ膨らましてプールに入んないでください。はい、わかりました。大事にこれは飾らせていただきます一台に。いやーすごいなー。いやーありがとうございます。はい、はい、どうもどうぞ。はい、ありがとうございます。
はい、といった感じで今回一番最後ね、超激レアの未使用品のマジンガー Z の子供用ボートの方をレビューしたんですけれども、こんな感じで今回はね、東京埼玉戦利品ということでお送りしてきたんですが、まあ先ほどねお話しした通り、ディスプレイの方はちょっとね仕切れてないので、このままね動画の方を終わりたいなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。